よいしょ。今からデイキャンプ、雪が降ってればいいかなっていうところに行きたいと思います。ドレス続いたよ。ちょっと待ってください。はい。こっちも変わる。こっちも変わりましたね。こっちも。どっちも全部変わりましたね。うん、イエイ。本日行く場所はスノーピークが運営しているキャンプ場でございまして、スノーピークというのはいい感じのアウトドアメーカーでございます。で今回ね予約を先にさせていただいたんですけど、その時に。石柱キャンプになりますのでつってこうもう雪降ってますよ当たり前のようにぐらいのノリで言われたんで、さっきね先輩の車屋さんにお願いしてスタッドレスに交換してもらったんですけど、この感じ降ってる？今んとこ降ってないような気がするんですけど、一応石柱キャンプなので雪スコップと雪かきをご自身のやつあれば持ってきてくださいみたいな、ええって言って、ミノーなんで、まあ一応まあ山ではあるんですけどね、多分地元の人みんなえってなるでしょうね、あれ聞いたらね、雪、まあとりあえず行ってみます。はい、新大阪通過します。イエーイイエーイ。でご覧のようにですね、まあ一応曇りではあるんですけども、雪の様子なんて全くございませんね。うん、でこれが現地に着いたらどうなるのか、それを、皆様にはご覧いただきたいと思います。ではゴーゴーゴー、この駅すごいイオンですよ。あ、ここで買い物じゃない？だってもうあと10分で着くで。マジかよ。ってことで見て見てほら買い物すっごい、いきます。すっごい雪積もってる。もう、うん、雪積もってるわあれ。綺麗ですね。ばあちゃんがすごい音鳴らしてますけど、めっちゃ綺麗。雪全然降ってないやん。はい、今ねうちの母ちゃんが受付行ってくれてるんですけど、ちょっとかすかに雪が降ったかなと思ったらまた止んでみたいな。まあ雪なしで楽しむか今日はね。はい、では受付済ませて現地に行って楽しみたいと思います。スノーピークミノーキャンプフィールド、すごいな、広いな、広大な感じ、ご覧ください。いいとこ来ましたね。ストーブ買ったんですよ。でそれをね今日使ってみてどんな感じなのかっていうのをねやりたいと思っております。他にもまあなんかブックグリルとかバーナーとかなんか使って料理もしたいと思いますんで、はい、よろしくお願いします。すでに準備は整ったんですが、今からですね今日買いたての師匠が持ってるやつですね、これをテントの中設置して牧場さんにね、ごちそうを振る舞おうと思っております。じゃじゃん、バイバイ。これバイバイ、これはめちゃくちゃいいでしょう。まあ、その他ちょっと目新しいもんこいつが映ってるんですけどね、これはちょっと開けていくんですが、スノーピークのピッツ買ってみました。これ今日使ってねいろいろ焼いていったりとかしたいと思います。この上で今日やります。マグジョーさん、ここはゲイカっていうと、ここがご飯のゲイが見えるよ。あ、めっちゃいい、ランタンぶら下がっとる。おー、わっわっ、バービー、イエーイ、ごちそうだ。さあ、雪だね。まあ、雪の降るような寒い、場所でですね、今日ご紹介しますのはワラジンのポータブルガスストーブです。じゃじゃーん、屋内屋外兼用ね。で屋外でも使えるかな、なんかこうテントの屋根みたいなこう特徴のところにこうパッて置いて、それでも多分こうやってるだけであったかいと思うんですよね。まあ使ってみれば分かることだ。やろう、
こういう色のものを、ね、お色味も 何個かありましたね、かあちゃんね。でもね、はい、あ、確かに買う時もなんかギリギリやったんですよね。こういう袋もついてるんですよね、持ち運べるための袋、ありがたいですね。よいしょ、引き上げますよ。あ、かわいい。さあ、こんにちは、出てまいりました。初めて開けますんでね、まんまなんか学校にありそうな。あっ、蓋入った。さあ、正面はこっちか。ガバッと開きますね。下のやつ、こういうのがあって、ここにガスボンベをひっつけて、ここがバーナールームで火が上がりので、着脱のレバーはここにあります。で、これで火を調節します。非常に、まあ、使い方としてはすごいシンプル。赤いボタン、赤いボタン、これ何？リセットボタンで、はい、圧力感知安全装置。はぁはぁはぁ、だそうです、これが。で、ヨドバシで購入させていただいたこれ専用の、全国嵐。ほら、かわいいね、めっちゃかわいいじゃないですか。低温時用、つまり寒い時用ですね。こんなの寒い時しか使わないので、バッチリの用途。パカ、はい、これがね、消火になってるのと脱になってるのを確認したら、はい、こうしてここの位置を合わせますよね。押しながらガチッ。おお、ではかぶせていきたいと思います。これがこう合うようにして、こうしてこう、これがこちらにもあります。さあ、皆さん準備は整いましたよ。見た、いいな、おしゃれだな、これ。ちょっと待って、これおしゃれだな、いいよ、撮りたいですね。うわ、めっちゃかっこ見て。他にもね、この、ここをこうしてパカッって開けることもできます。何のため？何のためですか？お掃除ですか？何のためですか？これ OK、 では皆さん、いざ着火していきたいと思います。いくよ、はい、点火しますね。いくよ、ほっ。器具線つまみを5秒間ほど回した状態を保持してください。うん、めっちゃあったかいの出てます。で、ここでファイヤーを調節するんですけど、びっくりするぐらい火が見えないですね。でも、こう近くに寄ってもらったら音が、もうちょっと、あ、でもめっちゃあったかい、めっちゃあったかいよ、これ。これが今日ご紹介したかった全国アラジン。いつから全国アラジン、アラジンばっかやってたけど、いいでしょう、絶対あったかいでしょ、これ。車の中で使っていかな、これ。店舗内、車内、トイレなどでは使用しないでください、だって。じゃんじゃん、あのこれだから足元かな。どうも、マグニでございます。マグニです。本日は美濃スノーピークキャンプフィールドにやってきておりますみたいなね、うん、こう、それもこうあったかいと。で、カメラには映らない。これいいわ。いいですね。なんかあの小さな幸せやわ。いいですね。ちょっとそのまま温まっててくださいね。はい。じゃあ、この下は。ダダーン。こういう使い方が多分理想なんでしょう。あ、でもなんか100センチ以内には近づかないでって言って。なるほどなるほど。100センチ離れるわ。オッケーオッケー。では開始してくださいね。オッケーですか。よし。さあ、落ち着いたところで。あーちゃん、雪中キャンプの話なんで雪中キャンプじゃなかったのか。いや、受付行ったご事情を、はいはいはい、帰ってくるの遅かったやろ。ね、行ってらっしゃいましたね。受付行ってから、はいはい。で、受付の、まあ、人の良さそうなお姉さんがすごい不思議そうな顔してはい、デイキャンプで予約してます、何々ですけど、ええってこっちもなって、4時までですけどって言われたから、こっちの主人5時までって言ってたんですけど、話が噛み合わんなって。なるほどなるほど。うちに電話もらえましたって言われて、あ、うん、もしかして新潟にかけてませんって言われて新潟かい。そう、でな、ちょいちょいあるみたいで、スノーピークで調べて、うん、トップに新潟の番号が出てくる。なるほどなるほどなるほど。まあ、よく見たら新潟って書いてねんで、書いてねんけど、私もその時見たら新潟って書いてねんけど、うん、こう、あ、一番上やからここかなと思ってしまってな。はい、これがまあたまにあるという話です。そうそう、それが救いやったけど、店員さんはやっぱ慣れてはったと。そう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 、なったということで、どうしようってなったら、はい、
あのまあすごい親切で、まあ、空いてるし、はい、あの向こうにはちゃんと言ってきます。なるほど、言ってくれて、うん、あなるほど、向こうの人もなるほど、だから雪中キャンプ、それ雪中よ、雪中になるわと。いや言い切られたということはやっぱり雪降ってるわけだから、あの対応してくれた新潟のスノーピークの店員さんは間違いじゃなかったと。で我々がちょっと焦って雪も降ってないのに何スタッドレス履いてお前勝ったやな、スタッドレスしっかりしてきたけども、まあスタッドレスはね、今後長靴履いてるし、まあ今後ねやるからいいっちゃいいんですけど、まあ取り越し苦労だったというお話でございます。だから話しかみ合わなかったよね、予約の時もな。予約の時そうだから、まず電話番号がおかしいじゃないですか。言ってよじゃん。いや電話番号おかしいのって今あるやん。もしかしたら新潟本社が予約受付センターの可能性だってあるから、電話番号でまず気づけないです。かけます。で、やり取り、予約を明日でキャンプでお願いいたします。でその後ご住まいはどちらからいらっしゃいますかと、どこどこですよってえって言われるから、まあめっちゃ有名なとこですよ、大阪の、例えば馬梅田みたいな、なんで知らんのかな、そうそう、え、しないですって、あ、わかりました、じゃあ、スタッドレスは履かれているということでよろしいですか。あ、はいもちろんみたいな、あ、はい、当たり前のように、そうと、その当たり前の流れで、ね、私も当たり前に嘘をついてしまったということで、まあまあそこでね、なんかおかしいなというふうに信じてたもんな。信じてましたね。でも動画の流れで雪中、雪中言うてねよ、雪中キャンプになりますのでつって、こう、雪言ってますよ、当たり前のようにぐらいのノリで言われたので、雪の様子なんて全くございませんね。現地に着いたらどうなるのか、まあ、そういうオチがございましたというお話でございます。もっとオチ言うやったら、はい、管理棟の人に雪降ってなくてすいませんじゃんじゃんやな、それその流れで、だからスノーピーク見ようなオリジナルのスノーピーク見ようにしか売ってないカップを買わせていただきました、エコカップ。これ今日使ってね、なんか食べたいと思います。すごいね、スノーピークってオリジナル、あの知ってます、スノーピーク の、 あの日清とコラボのやつ知ってます。ご存知の方はあのちょっと苦笑いされると思いますけど、チキンラーメンと店員さんでさえ苦笑いしてたからな。ぜひあの調べてみてください、うん、日清スノーピーク、日清スノーピーク、さあ食べよう、さあ料理のお時間だ。